はい、横田慎三です。慎三チャンネル、今日のテーマですが、感染に行ってみたいと思います。はい、聞かれたことある方ない方いらっしゃると思いますけども、感染というのはどういう病気でしょうかね。感染というのは慢性の皮膚角化症状をはじめとする全身炎症性の自己免疫疾患、わかりますかね。自己免疫疾患、一応皮膚に症状が出ますが、全身性の自己免疫疾患ですよと、原因不明ですよと、医学界では原因は全く不明ということになっています。はい、伝染する感染症のこの字の感染症の感染ではありません。だから人にはうつらないということです。ここを勘違いしちゃいけないと。伝染性の感染症ではありませんよと。感染と言ってますけど、感染症とは違うと。で、難病でですね、2023年7月で、難病指定ですね、指定難病、厚生労働省の指定難病、何番でしたっけ、調べてください、番号がありますけども、指定難病になっているのが嚢胞性感染というのがですね、指定難病に指定されているということです。では今日のテーマです。感染です。はい、で、感染の分類ですね、一応分類ですね、医学界が大好きな分類ということで言っておきますと、一応こういうふうに分類されてますよと。はい、尋常性感染と。で、尋常性って普通のという意味です。はい、普通のありふれた感染と、一番これが感染患者の中で多いということです。はい、で次がですね、感染性の関節炎。はい、関節症性感染とも言いますが、要するに関節炎を伴うものと、関節リウマチとは違いますが、関節炎を一応伴うというものということ。それから指定難病に指定されている嚢胞性感染、それからもう一つは滴状感染、それからですね、一応同じものだと言われてますが、確定はしてませんけどね、確定はしてませんけど、同じものだと言われてるのが、小赤嚢胞症という、手とか足とかに出るやつですね、症状が。これが感染と同じものだろうというふうに、一応、他国では言われてるわけですね。外国では感染の中に入ってると。日本では一応入れられてませんが、同じものだろうということになってる。小赤嚢胞症ということです。はい、次行ってみましょう。では、感染の疫学ですね。どのぐらいかという。世界的な有病率 1.6%。高いですよね。で、人種では白人の方が高いと。4% ぐらいで白人の方が高いと。で、黄色人とか黒人の人に少ないということです。で、一卵性双生児の発症一致度が7割ということで、遺伝的な何か関係があるんじゃないかと、お医者さんたちは言っていると。で、この一卵性双生児の話と矛盾する話がありまして、欧州よりも白人種がの割合がですね、白人種の割合が低いアメリカ合衆国の方がですね、なぜか有病率が高いと。そりゃそうですよね。あれ使いすぎですからね、アメリカ人。あればっか使ってますからね。うちのチャンネル見てる方は分かると思いますけど、また後でも言いますけども、後で原因は言いますが、で、日本では戦争が終わるまではほとんどないと。戦前は稀な病気、ほとんどありませんよと。なぜか欧米、でですね、食生活、要するに戦争に負けてですね、何もかも、生活様式が大きく変化して、なぜか西洋がやってきて、太平洋戦争後にですね、
患者大増加ということで、今すごいですね。今 0.025 ぐらいから0.1 とどんどん上昇してると、もう 0.4 ぐらい来てるんですかね、どんどん上昇してると。はい、でお医者さんたちは欧米のですね、食生活習慣が変わったからじゃないかと考えていると、お医者さんたちがそう言ってると。でもそうじゃないんですけどね。はい、次行ってみましょう。で感染はですね、もう最近、どんどん増えてきてると。で関節リウマチとかクローン病と並ぶ代表的なですね、TH17 細胞という細胞性の慢性疾患、要するに同じ仲間と、関節リウマチとかクローン病とかと同じ仲間なのでですね、同じような系統の薬で今治療してるわけですね。アダリムマブとかインフリキシマブとかですね、そういうようなやつですね、そういうような薬で治療してるんですが、さあこの TH17 細胞、下にありますが TH17 細胞、何か T ヘルパー17セルと、白血球の一種であるヘルパー T 細胞、 TH 細胞、ヘルパー T 細胞のサブセットの一つですよと。難しいですよね、わかりますかね。近年、発見された新しい、ヘルパー T 細胞ということで、何をするかというと、インターロイキンとかですね、インターロイキンの17サイトカインですね、サイトカインであるインターロイキン17を産生する細胞ということで、こういうふうに呼ばれている。で、自己免疫疾患の病態形成に、関係してるんじゃない、関与してるんじゃないかと考えられているということです。はい、次行ってみましょう。はい、で種類ごとのですね、症状とかそういうやつですね。最初に言った尋常性感染と、尋常性って普通の感染ということです。はい、症状、典型的な症状は皮膚症状のみということで、はい、白色のですね、隣接、皮膚の角化した細胞が剥がれ落ちたやつですね、皮屑とも呼ばれますが、はい、そういうものが落ちるということです。はい、隣接が落ちるということです。そういうような、まあ、症状のみということで、物理的な刺激でですね、そういうような、痒みが伴ったりですね、伴わなかったり、する場合もありますし、頭皮、頭に、できたりとかですね、爪の生成部に発生したりとか、爪にできた場合は爪感染というようになったりとかですね、するということです。はい、で、痒みですが、痒みは皮膚の疾患に、他の疾患に比べて少ないと、一応そういうふうにされているということで、一番大事なことですが、一番下ですね、はい、要するに人に、要するに感染という名前で伝染するんじゃないかと思われている人がいると思いますが、他人にうつることは一切ないということです。はい、次行ってみましょう。はい、で尋常性、主に尋常性感染ですが、尋常性感染、まあ、感染の発症基準ですね、基準どういうふうになってるかということですが、どういうことが起こってるかということですね。皮膚の表皮を作るスピードがなんと通常の10倍速、早送りになってるわけですね。10倍、すごいですよね。普通の皮膚の細胞周期はなんと普通は457時間かかると。すごいですね、1回ターンオーバーするのに457かかるのに対して、感染のところの部分ですねは 37.5 時間。すごいですよね、ものすごいスピード、10倍速、がん細胞の増殖よりももっと早いと。すごいですよね。でこれ何してんのということですよね。神秘の血管が大きくなってですね、組織炎症してターンオーバー、角化して、要するに、表皮が角化して落ちると、剥離して入れ替わるということがですね、普通4週間が3日ぐらいでどんどん増殖して角化して落ちる、かさぶたが落ちるということを繰り返していると。で下に書いてますが、病態の形成に T 細胞性自己免疫系が関与する可能性が示唆されていると言いますがですね、
まず一番大事なことですね。皮膚って何してるのか、皮膚って何の器官か知ってますかね、皆さん。排泄器官ですよ。わかりますかね。何かを排泄してるわけですよ、皮膚と一緒に。わかりますかね。何か毒物とかが来て肝臓とかで分解できない、はい、腎臓からで尿から排泄できない場合にですね、重金属だったら毛ですね、毛とかにと一緒に排泄する。それ以外のもの、例えば皮脂の油とかから一緒に出すとか、はい、息から出すとか、いろんなことしますけども、皮膚も要するに排泄器官、何か毒物が来て、何かが来てそれを分解できないので一生懸命出してるわけですよ。だから10倍速と早回りして一生懸命出してると。さあ何が来てるんでしょうねということですよね。はい、次行ってみましょう。はい、さらに、種類いきますが、適常感染というやつですね。まあ感染の種類の一つ。はい、で普通の皮疹は感染に似てますけども、その一つ一つが小さいと、ものすごく小さい、感染と、まあ、規模が小さいと言いますか、まあ、サイズが小さい感染と。で、扁桃炎などの前駆症状の後に発症することが多いと、扁桃炎とか起こした後ですね。で、尋常性感染、の患者さんよりも若い人の発症頻度が高いですよと、若い人に出やすいと、はい、というようなことが分かっているということです。はい、次行ってみましょう。はい、さらに種類いきますが、感染性関節炎、要するに関節炎を伴うものということですね。関節炎が出るのは感染患者の2割ぐらいと、はい、で近年増えてますよということです。はい、で、背中とかですね、腰、に炎症が出た時は脊椎関節炎の一種になりますよと。で、手足の関節が痛い場合はですね、リウマチじゃないかと、でリウマチ科に行ってみたりとかですね、背中の場合はですね、整形外科とかに行ってみたりしますがですね、実はこれ感染性関節炎というようなものと、関節リウマチとかではないということで、急激にですね破壊とか変形とかは稀と、そういうことはないという、徐々になるということです。はい、で、大体ですね、まあ、関節リウマチの違いとしては、指のですね、第一関節ですね、指の第一関節に起きる点が関節リウマチとは違う点と、一応そういうふうにされてると。それから、安静にしてるときに痛むと。で、動かしてたら、まあ、だんだん体がほぐれてきたらですね、痛みが改善するというような、特徴があるということです。はい、次いってみましょう。はい、種類いきますが、種類とともにですね、ここから原因をですね突き止めていってみますが、まあ、ヒントがあるわけですね。まず種類、嚢胞性感染ってやつです。はい、急激な発熱まですると、そして全身の皮膚が真っ赤になると、はい、赤くなりますよ。そして、膿が出るわけですね。無菌性の嚢胞が多発するというような状態になりますよということです。すごいですね。で、ある病気とそっくりなわけですね。症状が何か。はい、小赤嚢胞症と、手のひら、足の裏とか、小赤嚢胞症という病気ありますが、それと鑑別が必要と。もう同じものだと思う。外国では同じものになってます。もうさっきも言いましたが、同じ病気です。はい。小赤嚢胞症イコール、嚢胞性感染ということです。はい。で、全身症状がものすごくあるわけですね。で、まあ、治療のところは飛ばしますが、で、尋常性感染、を発症している状態でですね、嚢胞性感染を発症するとですね、膿が出るわけですね。無菌性の嚢胞が出るということで、まあ、この後ですが、なんて書いてるか。薬剤性の皮疹である場合は、わかりますかね？薬ですよ。要するに、薬でなっているわけですよ。嚢胞性感染っていうのは。小赤嚢胞症もそうですけども、薬剤性の皮疹である場合は、
原因となっている薬剤の投与を中止する。要するに薬が原因だと言ってるわけですよ。薬ですよ。薬がきっかけになってるわけですね。で、厚生労働省のですね、研究事業の対象の疾患ですよ。何研究してるんでしょうかね。いつまでも研究しても、まあ、答えは出す気はないんで、答えにはたどり着かないでしょうけどもね。で、症状は、まあ、さっきも言いましたが、全身赤くなってですね、無菌性の嚢胞ということで、はい。で、下の方にまた、ヒントがありますが、ステロイドをですね、が使用される場合にですね、尋常性感染の患者さんにステロイド使用すると、なんと、嚢胞性感染を誘発すると。わかりますかね？ステロイドで、一つはステロイドで、尋常性感染の患者さんが嚢胞性感染を誘発するということが知られているということです。はい、次行ってみましょう。はい、で、嚢胞性感染ですが、分類されてましてですね、まあ、どうでもいいっちゃどうでもいいんですけども、まあ、お医者さんたちはこういうふうに分けてると。全体ですね、全体に広く分布する反発型とですね、一部に限局する限局型と。いうことで、まあ、分けられてますよと。範囲が広いか少ないか、まあ、それだけですけどもね。ただ、ここからですけども、嚢胞性感染を含む感染はですね、感染全体ですよ。嚢胞性感染だけじゃないですよ。感染も皮膚症状以外にいろんなものが出ると。はい。関節炎ですね。まあ、リウマチみたいな関節炎。それから目の症状。結膜炎とか、虹彩炎とか、ブドウ膜炎とか、こんなのまで出る。はい、あと、まれですが、循環不全とか、腎不全とか、危ないですよね、呼吸不全とか、こういうようなことまで陥ってしまうこともあるんですよということです。はい、次行ってみましょう。はい、で、指定難病になっているのでですね、厚生労働省を見てみましょうか。指定難病37、嚢胞性感染、反発型の嚢胞性感染と。いうことで指定難病になってますよと。はい。で、厚生労働省ですよ。厚生労働省が書いてるやつですよ。何か発症の誘因になるものありますか？はい。すべての患者さんで誘因がはっきりしているわけではないですけどもと言ってますが、感染症、喉の感染症ですね。扁桃炎とか起こした時に、なったりとか。さあ、その後、薬剤、薬ですよ。鎮痛剤、解熱剤、抗生物質などで出てますよと。こういうのは誘因になって出ることありますよと。あと紫外線、妊娠、発症の誘因となる患者さんがいますと。わかりますかね、妊娠、紫外線、薬、感染症。薬ですよ。まあ、後ではご紹介しますけども、たくさん薬ありますから。もうこんなの知られてることですけど、もうはっきり言っておきますけど、薬ですよ。厚生労働省は、はっきりさせる気がありませんから。まあ、ごにょごにょっとこういうふうに、ちょっとだけ言ってますけどね。要するに薬が起こしてる病気と。胃炎病ですよ。はい。で、副腎質ステロイド、さっきも言いましたが、使ってるとですね、急に中止したりすると発症することありますよと。すごいでしょ。副腎質ステロイドを内服している患者さんが中止したりすると発症しますよと。薬ですよ。はい。それで、嚢胞性感染、子供がですね、どのぐらいいるかと。はい。大人、全体では1800、子供が100名ぐらいですかね、の小児がいると。全体では1000、大人いると1800ぐらいということです。はい。で、まあ、下の方には、まあ、さっきも言いましたが、ブドウ膜炎を起こしたりですね、目の病気やったり、それからアミロイドーシスを合併したりとか。アミロイド同士動画上げてますからね。アミロイド同士の動画も見てください。そちらも原因が分かると思いますが、こういうふうにですね、厚生労働省も薬だと気がついているわけですね。で、毎年、莫大な研究費をかけて研究していますがですね、まあ、答えにたどり着くことはないでしょうね。はい、次行ってみましょう。はい、では論文引用させていただきますが、東京大学ですかね、日本医療研究開発機構。というところの論文です。はい、感染の研究論文ということで、上にはまあ難しいことは書いてますかね。書いてますから、もうその難しいのは端折りますが、では動物疾患モデルをまず作るわけですね。マウス、ラット、ここではマウスですけども、マウスの感染
を持った感染 病態を持った、マウス感染モデルを作る、その作り方が書いてあるわけですね。どうやればマウスとかラットに、ここではマウスですけども、マウスに感染を起こすことができるかということです。はい、ではそこだけ言いますが、大事なところだけ言いますが、研究グループは今回、はい、一番上書いてますね、マウスの皮膚に何か塗ったわけですね。何塗ったか、感染を弱気する薬を塗りました。はい、感染を弱気する薬を何回も塗布しましたよと。わかりますかね、反復塗布しましたよと。何を塗ったか、イミキモドという薬を塗布して、はい、何回も何回も塗布してるとどうなるかと一番下に書いてますが、はい、反復塗布すると TH17 免疫応答が活性化し、わかりますかね、最初に説明しましたね、 TH17 というのはインターロイキン17を作り出す免疫、細胞ですね、 T リンパ球細胞ですね、免疫細胞が活性化してですね、表皮のが熱くなってですね、感染と類似した病態が発生しますよと。薬を塗ったら感染になりましたということです。でこれ何の薬か、上に書いてますけども、線形コンジローマの治療薬として用いられているイミキモドという薬です。はい、次行ってみましょう。はい、でさっきも言いましたが、ある薬を塗ったらですね、反復塗布したらマウスに感染が出ましたよと。感染も、モデル、マウス、ラットが作れる。はい、イミキモドという薬は何か。はい、線形コンジローマとかですね、日光角化症とかですね、の治療に用いられている薬と、免疫調整薬と言われているジャンルの薬と、こういう薬をですね、使ってですね、動物疾患モデル、マウス、主にマウスですけども、マウスに感染を起こすことができるということで、では次のスライドからはですね、これだけじゃなくてですね、いろんな薬が実はですね、感染を起こすんですよということで、いつものように添付文章を見ていってみましょう。はい、次行ってみましょう。はい、ではここから添付文章を見ていきますが、実はたくさんあるわけですね。ものすごいたくさんあるので、まあ、たくさんは出しませんが、得意的なやつをちょっと見ていきましょうかね。はい、では1枚目の添付文章、テノミンという薬です。アテノロールという薬です。アテノロール錠という、何かと、心臓選択性の β 遮断剤と、β 遮断剤ですね、はい、そういう薬です。はい、心臓です。はい、ではいきますが、見ていきましょうかね、副作用の項目欄ありますかね、肝炎とかですね、単純、まあ、今回関係ないですかね、まあ、飛ばしましょうね。はい、ではその他のところにありますかね、はい、高脂血症になりますよとか、高尿酸血症、痛風ですね、になりますよとか、いろいろありますね、勃起障害、立たなくなりますよとか、ベータ遮断剤で、立たなくなりますよとかありますけども、ありますね、下の方に、感染の悪化、もともと感染を持っている人は悪化、それからもう一つは、感染様皮疹ということで、はい、感染出ますよと、感染用と書いてますが、感染が出るということです。はい、次行ってみましょう。はい、では2枚目の添付文章に行きますが、ユプリズナーという薬です。はい、イネビリズマブという薬です。はい、何のジャンルの薬かというと、抗 CD19 に対するモノクローナル抗体製剤と、免疫を抑制する系統の薬ということです。はい、では見ていきますが、これ効能効果は何かというとですね、視神経、脊髄炎スペクトラム障害と、これも自己免疫疾患ですけどね、自己免疫疾患の治療に使う、再発の予防に使うということで、別に感染を持っている患者さんじゃないですよ。では見ていきますが、まあ、どういうの副作用が出るかということですが、副作用としてはですね、下垂体の良性腫瘍、腫瘍が出たりとかですね、乳腺の繊維腺腫とかですね、まあ、上の方にも書いてますけど、前、前癌性の皮膚病変と、もうがんも出るわけですね、そういうものも出ますが、まあ、今回、飛ばしまして、皮膚のとこですね、脱毛症出ますよとかですね、はい、いろいろ書いてますね、円形脱毛症が出ますよと、
円形脱毛症も薬ですよ。こういうふうに薬出てますよ。はい、円形脱毛症原因不明とか言ってますけど、そんなことはないです。薬で出てる病気です、まあ、今回飛ばしますが、ありますかね。その後にありますね。はい、ありますかね。ありますね。感染とそのままですけども、真ん中のところに書いてますね。感染がこういうふうに薬で出ると、原因不明と、言ってますけどね、厚生労働省の、特定、疾患のですね、研究班は原因不明と言ってますけど、そんなことはないわけで、薬で出てる病気ということで、でもうちょっと踏み込みますけどね、この感染が何かというところまでちょっと踏み込みますが、もう何枚か添付文章を見ます。はい、次行ってみましょう。はい、3枚目の添付文章ですかね。ベラパミル塩酸塩という薬です。何のジャンルの薬かというと、カルシウム CA++、拮抗性の不整脈治療剤ということ、虚血性心疾患の治療剤と。はい、心臓ですね。不整脈とか心疾患、虚血性の心疾患に使う薬ですよ。はい。はい、で、これ、歯肉ですね。歯肉、歯肉じゃないですね。歯肉増殖症誘発することが知られていると。どん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 歯肉が、歯茎ですね。歯茎の肉がどんどんどん増殖しますよと。これ動画を上げてますからね。まあ見てください。では、重大な副作用を見ていきますが、歯肉増殖症がありますよということですが、皮膚ですね。のとこ、どこに乗ってるか。はい。スティーブン・ジョンソンス症候群とかですね。竹の後半とかですね。はい。それから、その後に感染型、皮疹等の重篤な皮膚障害が現れますよと。わかりますかね。どういうことが、何が言いたいかというと、これ、重症薬疹の一つということですよ。スティーブンス・ジョンソン症候群とか、中毒性表皮壊死誘拐症とか、薬剤過敏性症候群とか、はい、全身性発疹性嚢胞症とか、まあ、いろいろありますけどね。ありますけども、こういうようなものの中のですね、スティーブンス・ジョンソン症候群、竹後半とか、そして感染型皮疹等の重篤な皮膚障害が現れますよと。要するに発熱とかですね、まで、まあ、命にも関わるような、そういうようなものが現れますよと。どういうことか。要するに、薬疹の中の一つの形。で、原因は不明とされてますよ。厚生労働省では原因分かりませんと言ってますけども。これを見る限りですね、試験も含みますが、私の意見を言っておきますと、この感染、というのは薬疹の軽いやつですね。まあ時には重いものもありますけども、重いものがスティーブン・ジョンソン症候群とか中毒性表皮壊死誘拐症とか薬剤過敏性症候群とか、それから全身性発疹性嚢胞症とか、こういうようなものの前段階の軽いものであると思います。はい、次行ってみましょう。最後ですが、最後もう一枚医薬添付文書を見ます。テルビナフィンという薬。はい、何のジャンルの薬かというと、アリルアミン系の蛍光抗心筋剤ということです。はい、分かりますかね。心筋のに対する、抗心筋薬ですね、そういうような薬ということで。では見ていきますが、はい、重大な副作用のところにですね、中毒性表皮壊死誘拐症とか、皮膚粘膜がん症候群、スティーブン・ジョンソン症候群とか、急性全身性発疹性嚢胞症とか、抗皮症、剥脱性皮膚炎ですね。はい、そういうの。それから真ん中のところに薬剤性過敏症症候群と。まあこういうことも全部載ってると。でも、まあ今回のは感染ですからね。見ていきましょうか。その他の副作用のところありますかね。発疹とかいろいろ載ってますけども。はい、ありますかね。ずっと見ていきましょうか。多系候補とか。はい、ありますね。真ん中、下の方の真ん中ぐらいの感染様発疹ということで、感染のような発疹が出ますよと。それからその後ろには血清病様反応ということで、これ関節炎も出るわけですね。関節も痛くなると。血清病っていうのはもう関節リウマと一緒、同じもんですよ。別のものと言ってますけどね。
血清病様反応、関節炎が出るわけですね。まあ、あと後ろの方はもう関係ないんで、今回は脱毛とかそんなの飛ばしますが、はい。ありますかね？ちょっと下見てみましょうか。ありますかね？その他のところ。ただその他のところにはですね、感染様皮疹と上に皮膚の症状、過敏症のところには感染用皮疹、発疹と書いてますが、下、なんて書いてます？そのまま感染も出ると書いてるわけですね。こういうふうに2つ書いてくれてると、親切に書いてくれてると。素晴らしい添付ですね。両方書いてくれてますから。で、試験をもう一度言っておきますが、この感染様発疹、インターロイキン17の過剰酸性ですね、が伴うと。じゃあ、それと薬疹が関係するとして、上にそういうものがあるかと。関係するものとして、私が疑っているのはですね、急性、全身性、発疹性、脳保症ですね。特にこれですね。急性全身性、発疹性、脳保症。それからもう一つ剥奪性皮膚炎ね、抗皮症と。なぜかと。要するにインターロイキンの、特にこの脳保症の方ですね、インターロイキンの17の過剰酸性が見られる。スティーブンス・ジョンソンス症候群とかですね、中毒性表皮皮膚炎症とかでは見られないですかね。で、この下の方の急性全身性、発疹性、脳保症ではそれを見られると。同じですよね。感染はインターロイキン、最初にも言いましたが難しいこと言ってますけども、インターロイキン17の過剰酸性ですね。はい。わかりますかね。最初に説明したとこ、わからない人はそこに戻ってみてくださいね。インターロイキン17の過剰酸性の見られるものと、が元にあるということで、おそらくですね、この急性全身性、発疹性、脳保症と同じ病気、その軽いもの、前段階だろうと思います。はい、剥奪性皮膚炎も関係していると思います。はい、これは私の試験ですけどね。そういう薬疹の一つの形だろうと思っています。はい、最後ですが、今回はですね、自己免疫疾患ですね。皮膚の自己免疫疾患、原因は不明ということになってますが、感染という病気ですね。女優さんですかね。モデルさんですかね。道端、誰でしたっけ、さんですかね、もとかもかかってるみたいですからね、あの方あれですね、どうも骨折した時、入院してそこから出てるということで、おそらくですが、これも試験で言っておきますと、おそらくですよ、鎮痛剤とかですね、解熱剤とかですね、鎮痛剤とかですね、抗生物質とかおそらく使ってるでしょうから、そこで出てるんじゃないかと思います。はい、最後ですが、今回はですね、感染ですね、自己免疫疾患、感染についてお送りしました。ありがとうございました。